新宿に行ったんですけど、結構これは真面目に1年ぐらい行ってないかもしれない。なんか新宿に行かない用が何もなくて、新宿駅とかにで、渋谷とかは結構行く。新宿ほんと行かなくて、なんか今日はたまたま新宿に用があったからせっかくだしと思って行った。新宿駅めっちゃ迷って、徒歩1分なのにたどり着けなくて、えみたいな、なんか私はどこみたいになって、ずっと、もうめっちゃ広いじゃん。だからルミネーストとかもさ、えここ、このブランドあったのみたいになったりして、めっちゃ迷子になった。ここはどこって感じだった。迷子めっちゃ迷うよね。なんか全然わかんなくて、いつもマップを開いてやるんだけど、本当にわからなかった。迷子った。なんかさ、広くない？めっちゃ広いんだけど、そのわかんないよね。だからもう本当にその目的地にたどり着くのにめっちゃかかる。いや、東京本当にマップがないと生きていけないって思った。今までさ、福岡にいてマップなんて本当に見ないしさ、なんか駅とかも電車も調べないとかさ、そんなんだったのに、東京は電車とか絶対調べないと、もうね、わかんない。なんかあの山手線もさ、あるやん、外回りと内回りみたいなさ、結局はなんか一緒なんだけど、でもなんか間違うとさ、あの遠回りしちゃったりとか、わかんない。15とか14とかあるじゃん、いろんな乗りは。本当にどれに乗っていいかわかんなくなるから、調べないと一個一個無理。渋谷の出口もさ、もう無理だよ、わかんないもん。なんかさ、109とかに例えば行きたいってなったら、多分一番近い出口が絶対にあるのに、なんか変なとこから出て、なんかえ、めっちゃ遠くないめっちゃあるんよ。ほんとわかんない。もう渋谷と新宿は今んとこわかんない。池袋はまだどうにか行ける。新宿なんてもうほんとにわかんなかった。今日ほんと迷子。